こんにちは、R です。今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。アーワイラスさん、ありがとうございます。R さん、スプラ3の小ネタです。もし先に知っていたらすいません。過去の動画に、タコツボキャニオンでフグ風船を爆発させて、ホタル姉さんをインクで濡らす回があったと思うのですが、濡らすの文字が、まあいいか。そこで、ホタル姉さんが、あそこにある町、知らない町だ、と言っています。その町は、バンカラ地方の町のことなのではないでしょうか。採用検証お願いします。ということなので、ちょっと行ってみましょう。確かね、2だったよね。2の、この辺かな？確かこの下にホタル姉さんが来ることがあるんですよ。で、その時に、話しかけてみるってことか。どうやって来るんだったっけ？なんか、出入りすればいいんか。入ったり、出たり。で、そうすると、ホタル姉さんが多分この2のマップのどっかに現れる。あ、ほらほら。こういう風に現れるんですけど、これランダムなんですよ、場所がね。で、この、ここに現れた時に、話しかけると、か。でも結構いろんな街見えますね。ほら。あっちにもあるし、あっちにもあるし。ぴょん。結構いろんな街はありますね。あっちにも、あ、結構、周り知らん街が囲まれてますね。とりあえずそのコメントを確認しましょう。おったおったおった。で、ここにいるときに、多分あっちの街を見てる感じですね。OK？ あそこに見えるの知らない街だ。あ、いきなり来た。確かにね。他は？あそこに見えるの知らない街か。登る先、指差し確認して登る。ヒーロースーツ壊れたら潜伏で早く回復。4号、いろいろありがとうね。すげえ。4号、よかったらうちらのコンサート来てね。安全なとこから狙いをつける。退路は常に意識する。そうだなぁ。まあ、でもこのセリフは結構あるよね。あと、ハイカラスクエアみたいなところもあったような気がするんですけど、どうやったっけな。あれはどうかね。3のことを言及してるようには思わなかったんですが、そうだな。どうなんじゃろうね。まあ多分、これ2の最初からのセリフはあったっぽいんで、その、スプラトゥーンの世界はまだまだ広いんですよっていうのをね、やるために入れてるセリフなのかなと僕は思ってました。皆さんの意見はどうでしょうか？あのがバンカラ地方に関するやつなのかどうなのかっていうところですね。もしそうだったら面白いけどね。OK！ はい、今度エリア1なんですけども、姉さんがここに来ることがあるんですけど、その時には確かね、あそこの街を見てハイカラスクエアだみたいな感じのことを言うんですよ。そう思うと、やっぱり街の設定はあるのかな。ちょっとそのセリフを引き出してみましょう。あ、いた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 。よし、ちょっと話しかけてみましょうか。これで、盾持ちの盾、あ、違う。押してダメなら引いてみよう。遠くに出方は見えてない？あー、そうそうそう。あそこのポコってなってるのが出方はじゃっけ、ハイカラスクエアなんつってあれ出方はだったっけ？2の広場ね。で、あそこが2の広場で、ってことは、イカスツリーも見えておかしくないんだよね。
かな。で、知らない街だっていうところがあるんですけど、結構知らん街はいっぱいありそうな感じだな。オッケー。やっぱりあれは、バンカラ系のことじゃないのかな。もっとこう、荒野がどうのこうのみたいな、ね、あったら、おやおやって思ったけど。とかね。まあ確かにその2が始まった時って、その混沌か秩序かっていうところはまだ、構想も練ってなかったんじゃないかなとは思うんで、なかなか。なるほどね。オッケー。じゃじゃん。ここはオーレさん、ありがとうございます。アルさん、いつもお疲れ様です。ふと疑問に思ったことがあるので、依頼です。オクトでステージに入るとき、ナマコポイント入ってそうな機械を、タコちゃんが出してピーってやってからしまうじゃないですか。なんかあの、改札みたいなところで、やつかな。そのしまうところをスローモーションで見てみたいんです。後ろをポッケットにしまい込んでる様子がどんなモーションになっているのか気になったので。ほん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 。ぜひ採用お願いします。ガチあさり難しいのわかります。私も苦手です。ということでね、ガチあさり苦手なんですけど、一番腕前が高いんよね。そうなんよ。ここ行ってみよう。OK。で、これで、よいしょ。これ、チャリンってやるところね。行きますよ。チャリン。ん？一瞬だったな。ちょっと早すぎてよくわからんかったな。結構早かったな。出してすぐ、なんか、ポケットにしまうよりは、どっかにペチャってつけよる感じ。シュッ、シュッ、あ、ん？リュックの後ろかな？ちょっとスローで見てみるか。ここのステージ結構好きなんですよね。爽快感と、イクラがたくさん得れる。ウェイノー。オーケー。じゃじゃん、コットンさん、ありがとうございます。あの、ヒーローモードの4のスナイパーがいるステージ、クリアできないので、チャージャーでやってください。OK。攻略依頼が来ましたので、やっていきましょう。4のスナイパーがいるステージ。どこだ？スピナー好きなナイスガイ。ここおったっけ？愉快通過。いやー、よくわからんな。ここかな？これね、違ったらごめんね。チャージャー、でも俺、レベル上げとんすよね。ちょっと、ため時間を、ね、短くなっとんですけど、まあ、長い程度やってみましょうか。OK、多分クリアできないのですっていうことは、レベルが上がってない可能性があるんで、チャージャーのね。よし、これでいってみましょう。そもそもここじゃなかったらどうしよう。カーリングは使えるよね。よしよしよし。で、こう来て、チョイーンポーンよね。オッケーオッケー。シャ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 。で、あそこに敵がいますねと。チャージしながら、あはおい無理やりやって、よいしょ。こういう塗るところが難しいよね。こういう感じでやっていきます。で、このね、ゾネスちゃんが出てくる。ゾネスちゃんが出てくるところを、ゾネスちゃんじゃないな。じわ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 。オッケー。で、コマンダーはもう、静かにしときましょう。ね、危ないんで。で、ための時に、ポイン。あ、こっからタウケ。あれで倒すといいよ。ほい。で、下にいるじゃん。ポーンよね。
ワイウェイウェイウェイ。あれよくガチマでやられる、ジャンプして打ちを。あのタコちゃんにお見舞いしてみましたが。よし、こういう感じで。ファイン。OK。はい、風船を見逃していく。で、タコスタンプがいっぱい来ましたね。ポン。あれ、あらららららららポン。あらら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 らポン。オッケー。もう一人。ポン。バイバイ。で、鍵を手に入れるべく、この辺を塗り、よし。シューン。鍵がこの人の上にあるのでやっていくんですが、このね、プリン、ここにプリンがあるじゃないですか。これを割ってもらいましょう。あれ、お、見つかった見つかった。このプリン、この人のバターンで割れるんですね。で、鍵を取る。そうするとここに穴が開きますんで、落ちてみましょう。そうすると怪しげな木箱が、この中にはなんと、はい、ロブのチケットがあります。で、これで帰ってじゃんとね。で、鍵は手に入れたんで、あとはもうこの人は気にせずに行きましょう。さよなら。あぶね。で、あそこの鍵を開けてピッとね。うんうん、生かしてる。ポン。オッケー。ここね、結構難しいね。これ、やってくるかな。この辺ちょっと塗っときましょう、最初に。で、ポン、ポン。よしよし。で、射程に入ったら、ポン。オッケー。こうぐるぐるするけね、落ちそうになるのがちょっと厄介。うわー、どうして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 、危ない危ない危ない。怖っ。あんなとこから撃ってくるのは初めてだ。で、こう来て、ここでクリアなんですが、このステージあったかな。あっとったのかな。でもスナイパーっておるけどな、スナイパーおらん、おるとこわからんな。ポン。オッケー。違ったら総理ね。っていう感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っておりますので、何か、攻略依頼とか、小ネタとか、面白い現象とか、そういうのを見つけましたら、YouTube のコメント欄でお願いします。オクトのね、ところも募集しておりますよ。オクト大好き、オクト大好き人間、あるです。オッケー。じゃあね。バイバイ、ドゥン、ドゥン。バイバイ。オッケー、マッチングいたしました。スメシーワールドをやっていきましょう。ガチヤグラですね。脱いで、あー、こんな感じで。ガロン、ディアカス、フロ。アクザップ。いやー、相手長いね。こっちもまあ長いっちゃ長いんか。そうですね。よいしょ。アクザップが、あ、てて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 オッケー。ん？来てるね。よし。オッケー、やられちゃう。ん？風呂どこにいんだ？ほいーん。よし、戻していく。ふははは、みんな死んでんな。みんな死んでおりますね。どこにいんだ。ヤグラ来てます。こっちからは誰も来てないです。上から行きましょう。オッケー、戻した。その辺おらんの。オッケー、よしよしよし、ナイスナイス。この辺塗られすぎなんだよね。
オッケー、乗るしかない。もう俺が乗るしかないぞ。よいしょ、乗るしかなくて、もう乗っていこう。上か、ここか、うん、こっちか。乗るしかないんだよね。あのからみんな来てくれよ。なんだよ。オッケー、38まで乗ればいいんじゃない。よし、あ、マジだ、カーリング型持てなかった。はい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 、ナイス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 。オッケー、ではあのハイプレスを潰してくれてっていう感じですね。潰してないね。で、風呂が来てんな、上に。オッケー。で、あそこに赤ザップ系がいますねと。で、場所バレてないけど。ほい。ほい。ほーい。よしよしよし。で、ハイプレッダーから、やれ、やれだ、やれだ、あー、やれた。よしよし、38までアドバンテージはあるので、あそこナイス玉で止めれるでしょ。 OK、 ナイス。で、上風呂行ったな、風呂行ったねと。OK、で、もう乗るしかないな。あと一人だから、風呂だから。乗ります。R、乗りまーす。どこだ？風呂。あ、そっか。はい、乗って。乗らねーなー。乗らないねー。あと1分あるんだよー。乗らないねー、みんなねー。なんでだ？こうして乗りなよ。で、プレッシャーとか来たらこうやって下げるよ。ふーんっつってね。で、うわ、ミスター、登ってくるとは思わんかったな。まさか。やばいやばい、やぐらやぐらやぐら。よし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 、オッケー。で、入ってきたか？入ってきてはいそうな雰囲気はするな。やばいやばい。うわー、やぐらを見てほしいな。やぐら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 。オッケーオッケーオッケー。よし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 。いやー。危なぁ。はぁ、乗るしかないけ、ローラー以外でもいいかもしれんな。オッケー、今こんな感じです。かつては S プラス4まであったんですけどね、落ちてきましたね。オッケー、頑張っていきましょう。